ヒエラティック、または、新漢文字とは、ヒエログリフ、デモティックと並んで古代エジプトで使われた三種の文字のうちの一つであり、ファラオの時代を起源として、エジプトとヌビアで使用されていた筆記体の初期体系である。ヒエラティックは、ヒエログリフの体系と並行して発達し、両者には密接な関係がある。ヒエラティックは主に足の刷毛を用いて、インクで書かれ、 初期間たちは時間のかかるヒエログリフを使わずに素早く書くことができた。ヒエラティックという言葉はギリシア語の語句、ガンマローミューミューアルファータウアルファー、イプシロンドーアルファータウイオタカッパに由来している。この語句はアレクサンドリアーのクレメンスが紀元に世紀に初めて用いたもので、この時期にはヒエラティックは宗教的なテクストのみに使用されていたためそう呼んだ。 紀元前660年以降、世俗的な書き物ではデモティックが使われるようになっていたと見られている。ヒエラティックはエジプト原始王朝時代に初めて用いられ、より正式なヒエログリフと並行して発達した。ヒエラティックをヒエログリフの派生物と見るのは誤りである。エジプトの最初期のテクストはインクと筆により生み出されたものであり、その記号が ヒエログリフの派生物であることを示す兆候はない。石に刻まれた真に記念碑的なヒエログリフはエジプト第一王朝になるまで出現せず、この時期にはすでにヒエラティックは初期間の実務として確立していた。従って、これら二つの筆記法は一つの戦場にあるのではなく、関連し合い、並行して発達したものなのである。ヒエラティックは王朝時代全体を通じて使われ、 グレコローマン時代になっても使用され続けた。紀元前660年以降、デモティックが世俗的な書き物の大半でヒエラティックにとって変わったが、ヒエラティックはさらにいく世紀もの間、少なくとも紀元三世紀までは聖職者階級によって使われていた。ヒエログリフとヒエラティックの比較大最小かやての4通の公式な手紙のうち1通をヒエラティックで 石灰岩のオストラコンに書者したもの、その長い歴史の大半において、ヒエラティックは行政文書、計算書、法的文書、書簡などのみならず、数学、医学、文学、宗教などのテキストを書くのにも用いられた。デモティックが行政用の主要な書体となったグレコローマン時代には、ヒエラティックの使用は主に宗教的なテクストのみに限られるようになった。 ヒエラティックは日常生活で用いられる書体であったため、エジプトの歴史を通じ、概してヒエラティックはヒエログリフより、はるかに重要な位置を占めた。ヒエラティックは生徒に最初に教えられる初期体系でもあり、ヒエログリフの知識は、さらなる訓練を受けた少数者のみのものであった。事実、元のヒエラティックのテクストを読み間違えたために生じた。 ヒエログリフのテクストの誤りが発見されるということがしばしばあった。ほとんどの場合、ヒエラティックは足の刷毛を用いて、パピルス、木材、もしくは石か陶器の破片にインクで書かれた。デール・エルメディーナの遺跡で数千個の石灰岩のオストラコンが発見され、エジプトの普通の労働者たちの生活の詳細な様子が明らかになった。パピルス、石、陶片。 木材の他に、革製の巻物に書かれたヒエラティックのテクストも存在したが、ほとんど残存していない。また、布、特にミイラカに用いられたアーザブに書かれたヒエラティックのテクストも存在する。石に彫られたヒエラティックのテクストもあり、刻まれたヒエラティックという編集として知られている。これらは、第二十二王朝の石碑では特に一般的である。第六王朝後期には、 ヒエラティックは設計文字のようにしてスタイラスを用いて粘土板に刻まれることもあった。およそ500ほどのそうした粘土板がアインアシルの地方の統治者の宮殿からまたアインアルガザの遺跡からも一つだけ発見されており両方ともダクラオアシスに位置する。粘土板が作られた時代にはダクラはパピルスの生産地から遠かったのである。これらの粘土板には目録、 名前のリスト、計算書、及び50通ほどの手紙が書かれていた。これらの手紙のうち多くは、宮殿内や地方の集落内でやり取りされたものであったが、オアシスの他の村から統治者へと送られたものもあった。アメン・イエム・ハトの教訓からの抜粋が書かれた練習用の板。エジプト第十八王朝のアメン・ホテプ一世紀聖歌。紀元前五百十四から百九十三年。 自分に従属するものすべてを警戒せよ。兄弟を信じるな。友と恋にするな。親友を作るな。と書かれている。ヒエラティックは、筆記体ヒエログリフとは異なり、常に右から左へと読む。当初は、ヒエラティックは縦横どちらにも書かれていたが、第十二王朝以降横書きが標準となった。ヒエラティックは、その筆記体としての性質と、 多くの文字で合字を用いることとがよく知られている。また、ヒエラティックではヒエログリフよりも、はるかに標準化された、聖書法を用いるヒエログリフにより書かれるテクストではしばしば、装飾的用途や宗教的な気遣いといったテクスト外の問題を考慮に入れなければならなかったが、そのような心配は、税金の領収書のようなものには存在しなかった。 ヒエラティック特有の記号も存在するが、エジプト学者たちはそれらと、等価なヒエログリフ型を、転写や、食事のために考案した。多くのヒエラティックの文字は、似た記号が簡単に見分けられる、よく文符号的なものを有していた。特に複雑な記号は一角で書くことが可能であった。ヒエラティックはいつの時代にあっても二つの形態に分かれて現れる、ことが多い。 一方は、工事が多用された、筆記体の事務用書体であり、行政文書に用いられた。もう一方は、自腹の広いアンシャル体に似た、写字性書体で、文学、科学、宗教などのテクストに用いられた。両者は著しく異なったものとなる場合も多かった。とりわけ手紙では素早く書くために非常に大きく崩した書体が用いられ、定型句には、 多数の略語が用いられることも多く、速記に近いものであった。ヒエラティックからデモティックへ、得意なヒエラティックとして知られる、大きく崩されたヒエラティックの書体が、第20王朝を後半から第26王朝初期にかけて、テーベで用いられていた。これは上エジプトの行政文書で用いられていた、書体から派生したもので、法的文書、借地契約、 手紙などのテクストに主に用いられていた。こうした種類の筆記は、第26王朝時代に、下エジプトの初期間の流儀であったデモティックにとって変わられ、この時代に、デモティックは再統一されたエジプト全体の標準的な行政用書体として確立した。ヒエラティックは、他の多数の初期体系にも影響を与えた。 最も明白な例は、その直接の後継であるデモティックへの影響である。メロ絵文字のデモティック書体や、コプト文字やコヌビア語で借用して用いられたデモティック文字などもこれと関連している。ナイルガー流域以外の地域では、ビブロス文字で使われた記号の多くはエジプト国王国のヒエラティックから借用されたもののようである。初期のヘブライ文字が、 エジプトの数字を用いていたことも知られている。同じテクストの基本的なフォントセットと発展的なフォントセットの比較ヒエログリフが早い時期にフォントが作られ組み判されるようになり一般化したのに対し筆記体の初期体系であるヒエラティックの組み判は難しいことが分かった。1997年に世界古典文明史研究者の教授であったシェルドン・ゴスリンが ヒエラティックの各記号の構成要素を一筆ごとに分割するという新しいアプローチを考案した。このアプローチは漢字を体系化する伝統的な手法から着想されたものであった。新エジプト語の教材の一部として出版されたのが、この新アプローチを導入した最初の出版物である。それから間もなく、ゴスリン教授はヒエラティック本ントのプロジェクトを立ち上げ、 ヒエラティックの参考資料シリーズの一部として最初のリリースを行った。ヒエラティックフォントプロジェクトには多くの目的がある。エジプトの筆記体の研究を容易にすること、書体の分析と比較のための科学的ツールを供給すること、出版物にヒエラティック書体を掲載するための標準的なフォントセットを作り出すことなどである。 2001年現在までに作り出されたフォントはすでに幅広い手書きスタイルを再現できる。12の基本的なストロークと同数の関連するストロークの旋回があり、よって各記号は数値コードに還元でき、これはまた最も改然性のある筆順を表すことにも役立つ。渦は同じテクストの2つのバージョンを示している。ヒエラティック辞典として定評のあるのは ゲオルクメラーが編纂した書籍である。本書籍のデジタル画像は東京大学アジア研究図書館デジタルコレクションにて公開されている。本書籍の内容を検索するシステムヒエラティック古書大学データベース日本語版、英語版が長井正勝らの研究チームによって開発、公開されている。ありがとうございます。